はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうじでございます。田島様、60代男性様、お手紙いただきました。ありがとうございます。西川様、安倍様、井上様、三重子様、石黒様、高島様、ご支援誠にありがとうございました。何度もご支援いただいている方、多くてですね、誠に恐縮でございます。ありがたーく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。支援したいがどうやってやればいいの？お電話 ありました。YouTube の動画のですね、すぐ下に、ニコニコも動画のすぐ下に動画概要欄ってあるんですけど、青い字でもっと見るっていうのをクリックしていただけるとですね、支援ページへのリンクや私へのお手紙などの住所が書いてあります。そちらの方はもっと見るっていう青い字クリックしてですね、動画概要欄をご覧ください。そちらに書いてありますんでよろしくお願いいたします。お手紙いただいたんですけど、ハガキでなんかスリランカ人の女に車ぶっつけられて、で車は廃車になっちゃって、でそいつが逃げて、でいろいろあってと捕まえたら、なんか料理店でバイトしてるスリランカ人女性で、で警察にですね、最近は外国人の交通事故も多いんで気をつけてくださいって言われて、何をどうやって気をつければいいんだよってブチ切れたみたいな、そういうお手紙をいただきました。今後ですね、労働者や実習生や留学生による外国人による交通事故問題って出てくると思いますよね。でね、免許ちゃんと持ってるとか、保険ちゃんと入ってるとか、ちゃんと逃げないとか、留学生なんか期間が短いですから、それっつって帰国されちったんでは、かなわないですよね。で、日本人と別会計の外国人運転保険とかいう制度をバッチリ、整備すっからですね、最悪なのが、まあこれは相手が日本人とかでも、同じですけど、盗難車で、無免許で、で、ぶっつけられて、で、いなくなっちゃった。なんての最悪ですよね。なんかあったら、帰国しちゃうんだから、外国人なんかは日本人よりもね、危険ですよ。こういう問題、いろいろ顕在化してくると思いますね。外国人による交通事故問題、これね、なんとかしないと、まあ日本で運転すんなよって話なんですけどね、外国人はね。イラスト屋さんは政治利用ダメだったそうであります。昨日党のですね、チラシの裏、制作のデザインちょっとお見せしたんですけど、せっかくデザインしましたが、まあイラストだけですね、別なものに差し替えします。今ですね、特集で、まあ特集ってもあるんですけど、絵描く人に頼んでおります。我が党は敵が多いので、共産やら立憲やら敵が多いので、政治利用ダメなイラスト屋さん使ってたら必ずギャーギャー言われるでしょ。他と違って、他はおめこぼしあってもね、まあそうなる前に教えてもらってよかったです。全く知りませんでした。教えてもらってよかったです。コメントなどいただいた方ありがとうございました。参院選に向けてですね、日本改革党のホームページ作んないとな。私個人のホームページは政治 .com、 選挙 .com っていうので、作ってあるんですけど、 WIX ってどうなんでしょうね。どなたか使ってらっしゃる方いらっしゃいますでしょうか。WIX の知識をちょっと私に教えてください。今ある知識だと WIX ってアプリを使わずブラウザ上でブログ書くみたいに編集できるのかな。まあいまいち理解が あれなんで、 WIX のこと知ってる方コメントなどで、教えてください。よろしくお願いします。石原慎太郎元都知事死去、89歳だそうであります。強烈な愛国者で荒らせられました。残念無念であります。玉上俊夫さんが出馬したですね、2014年の都知事選、それの凱旋の追っかけやっておりまして、私何度か応援演説に
来てらっしゃいました石原慎太郎さん、もう8年も前か、早いなーなんて今更ながら2014年という数字に驚いちゃうんですけれども、最終日はですね、大雪降った秋葉原でした。すげー寒かったの覚えております。ニコニコで生放送してたんですよね、その凱旋の模様ね。その時の石原さんは8年前なんで81歳ですか。すでにですね、凱旋車に上がれないぐらい、まあお年召しててですね、凱旋車に上げるためっていうか、石原さんだけクレーンの足場でグイーンって高くしてですね、演説なさっておりました。この時のですね、玉神さんは全右派結集で61万票獲得で、自民公認推薦の舛添が200万票以上取って当選しちゃったんですけどね。8年前と今では都内の右派の票数はどうなんかな、増えてんのかな、減ってんのかな、思います。まあ時はですね、右派に玉神さんしか候補がいなくてですね、全部結集して61万票ということなんですけども、まあ参院選なんかだと私以外にも右派が出そうなんで、割れそうだな票がな。まあ私は極政党で行こうかななんて今企んでるとこですけどね。2月1日今日はですね、佐渡金山の世界遺産登録推薦を正式に閣議決定、もう期限ギリギリ間に合ったみたいであります。産経、日韓は新たな歴史戦に挑むことになるとか書いちゃってますけど、何歴史戦って、別に争ってなくね、あっちが一方的に文句垂れてるだけで、ネットの反応です。ブレたのが良くない、正々堂々とやれ、さまさまひよってんじゃねえって話。一度ブレて左右どっちにも評判落とした、あ、これはね、左右どっちにも評判落としたってなんね、岸田総理ね、本当に自分の考えが何もないんだな。日韓断交に向け良い感じ、日韓関係正常化って日韓断交のことですかね。理由は何度も説明しましたけれども、なんせ韓国政府の正当性って、統治の正当性って日本が悪いっていうものですかね。国の方針として反日やってんだから、あそこの国家がある限り反日やめませんから。歴史戦って韓国政府が言ってることは嘘800だろ、戦でも何でもねえだろ、ただの難癖言いがかりですよね。そもそもが嘘なんだから論争にもならんだろうという意見がありました。外務省はですね、佐渡金山は我が国固有の伝統手工業を活用し、大規模かつ長期にわたり継続した産業遺産ですと、世界遺産登録の資格は十分にありますと常日頃言っておりました。で、岸田総理がですね、世界遺産登録に推薦するか、まあこれは分かんないですけど、安倍政権、菅政権でそういう話が出てたのかもしれないですけども、って言ったらですね、外務省が、韓国政府がガヤガヤ言ってきてます。岸田総理、参院選に影響は出かけない、本年度見送り、まあ、脊髄反射で見送っちゃいましたね。現金払いが大嫌いな岸田総理、何でもかんでも脊髄反射で先送り見送りは得意技、とうとう返済を迫られても、まあ、その時は総理辞任するとかなんとかして払う気がないんじゃないかとは思っておりますけれども、安倍元総理、ガヤガヤ言われて辞めるのは間違いだ、高市政調会長名誉に関わる問題だと党内からも不満が出てですね、外務省は面倒くせえな、期限も迫ってるし面倒くせえなって思ってたんですけど、岸田総理、参院選に影響が出かけない、出かねない、これ見送った理由と全く同じ理由で笑っちゃうんですけど、最後は俺が決めるってドヤ顔して正式決定と、こういう紆余曲折ありまして、見送る理由も決定する理由も参院選に影響が出かけないっていうのをすげえ笑ったんですけどね。誰かにですね、真空総理ってあだ名つけられてましたけれども、本当に何もねえんだな、
真空なんだろう、つうか分かってねえなっていう感が非常にするんですけどね。情報不足、テレビしか見てねえのか、教えてやる人いねえのか、周りに情報源ないのか、今でしょって、あの有名な林先生ね、古今東西敗北の理由は情報不足と言い切っておられます。これどういうことかっていうと、相手の方針や思想や実力、今後の作戦の情報不足ね、これあれですね、相手の実力を情報不足で低く見てしまうであるとか、自分の実力を情報不足で大きく見てしまうであるとか、相手の方針、韓国政府は建国理念に日本が悪いっていうのが入ってるっていうのを知らない情報不足であるとかね、あとね、嘘という単語がなくて騙されたもん勝ちであるっていう思想であるとか、あとイベント情報、まあこれはどっかのどこでこういうものが開催されて、こういうことが起こって、こういう影響が出るとかいうイベント不足の情報不足、災害の強度や大きさや、世論の動向の情報不足。まあ見送るっつって、岸田総理もね、こんなに世論が、ってなるとは思ってなかった。まあ目が不確かって言うんですけどね。あと支持率ですね。こう言ったらどうなるかっていうのを予想する、できない情報不足。林先生、これらの情報不足で負けんだわ。国と国が戦ったりね。まあ陣営と陣営が戦ったりね。すべて敗北の原因は情報不足であると。これ国家間の戦であるとか、争いであるとか、組織と組織の争いでなくても、まあ個人の敗北も情報不足が原因じゃないか。なるほどって思った、言葉なんですけどね。大日本帝国軍もですね、満州から石油が出るって知ってたら、どんだけ有利に戦えたかね。他のとこ行ってねえで、満州だけガジガジに固めましょう。で、石油、早く発見しましょう。で、どんだけ有利に戦えたことか。まあ、情報って大事だなっていう感じであります。推薦した場合の韓国政府の反発が予想できてなかった。情報不足で。それに屈して見送ることへの党内からの強烈な反発と世論、自民党内から間違ってるだの、名誉の問題だのって言われると思ってなかった。情報がたくさんあったらね、こういう予想違いしなかったと思うんですよね。まあ岸田総理テレビしか見てねえのかな、それとも取り巻きがあえてね、岸田総理を操るために大事な情報入れねえのかな、って思ってますけどね。この件に関して閣議正式決定に対して松野官房長官記者会見、文化遺産として評価されるよう韓国を含む関係国との間で冷静かつ丁寧な議論を行っていくって言ってましたけど、そのための作業部会を作り第一回会合を急ぐ構えだそうであります。丁寧な議論を行っていくんだって。日本が割りっていうのが政府の正当性かつ建国理念の韓国政府にですね、冷静かつ丁寧な議論が通じんのは、それ情報不足じゃないですか、通じないんじゃないですか。言っても殴っても理解しないって実績あんのにね、復活水素普通の国扱いにすっからって言っただけでギャーギャー言ってみたり、レーダー照準を海事の哨戒機に定めてロックオンしておごられた時にギャーギャー嘘こいて尻滅裂なことを言いつつも時間が経つのを待ってたり、言っても殴っても理解しないって実績あるでしょ、十分に韓国政府には。丁寧な議論が通じんのかな。2015年の日韓合意はうまくいってですね、
その後は約束守れって言うだけでよかったけどね。冷静かつ丁寧な議論よりもあそこに関しては冷徹かつ容赦ない制裁でお願いしたいよ。なんか言うたびビザ停止とか入国禁止とか大使呼びつけるとか関税上げるとかね、関税上げるのはすげえ効きますよ。日韓の輸出入に関して韓国政府がなんか気に入らないことやるたびに 1% ずつ上げると、これはすげえ効くと思います。なんせね、韓国は日本の品物1日63億円も買っててですね、まだ最新の数字は出てきてませんけど、2020年時点の数字で1日63億円買ってんですよ、日本の商品を韓国が。だからね、日本のね会社いや会社員も韓国のおかげで生活できてるみたいなとこが結構ありまして、1日63億円ならなんせこれ減らさないと思いっきり気に食わないこと言った韓国政府をぶちのめせねえな。日韓関係、日韓断交に持ち込めねえなって思ってるとこなんですけど、関税を 1% ずつじりじりじりって上げて、輸出入どっちにも 30% ぐらいになったらさすがに減るでしょ、この1日63億円が。で、1日10億円ぐらいになったらば臨界点を超えてですね、日本が韓国政府を思いっきり殴れる、致命傷で済んだっていうぐらい殴れる日も来るでしょ。まあ話せばわかるは幻想ですよ。殴ってもわかんねえ相手、殴ってもわかんねえ相手にさ、相手は漢字も捨て去ったことだしね。詐欺は部下やですね、韓国政府を論破するチームになるって報道されてますけど、皆さんそうなるって思ってるんでしょうけど、丁寧な議論でとか言ってるからね、制裁チームの方が効率的だし効きますよ、手っ取り早いしね。何よりも我々の腹の虫が収まる我々の腹の虫、中国だって韓国だってすぐにね、国民感情がとか言うじゃね。俺の国民感情も我々の国民感情も考えてもらいたいよな、日本政府にはな。現在は感染症指定2類で結核並みの扱いのコロナなんですけど、日経新聞調査、最新調査、今の扱いを維持 31%、 インフル並みの5類にしろ 60% で、圧倒的多数で5類がふさわしいっていうのが出ました。どちらでもない、わからないっていうのがたったの 9% だな、これだとな。日経インチキしてない、インチキしてない。今の扱いを維持 15% ぐらいしか本当はないんじゃない。だいたい日本人、日本で調査するとどちらでもない、わからないが3割ぐらいですよね。今の扱い 11% とかじゃないんですか。なんかインチキくせえなって疑っちゃうんですけどね。ネットの話です。民意やね、自己責任で濃厚接触の隔離期間が長すぎる、マジで社会が回らんくもなる、インフル扱いにすれば病床が空く、さすがにオミクロン弱すぎ、仮に蔓延しても大したことなさそう、風邪薬で治んなら風邪やん。その通りだよね。もう周りが感染して余裕だってことがバレてる、いつまでこんなことやってんのか。そういえばどっかの自治体で、どっかちょっと忘れちゃったんですけど、若者は自宅療養してて、結核並みの2類なのに整合性取れなくねっていう記事ありましたけどね。風邪薬で治んのにこれらや咳類より扱い厳重って無理がありますよね。5類にしてですね、治療費自己負担にせんといずれ予算尽きるんでは。検査も隔離も治療も入院も税金でやってる大盤振り舞いじゃないですか。これ財務省がですね、悪いこと考えてこれで金使いすぎて金足りねえっていうことを理由にですね、
コロナ対策税とか新しく税金作んの狙ってんじゃねえかって勘ぐるぐらいの話ですよ。東日本大震災の復興税もいつまでやんのかな、あとガソリン税もな。日本は税金高すぎますよ。 46.1% の実質税負担率なんて他ないっすよ。五公五民じゃねえかよ。参院選向けのチラシにそれも入れたかったんですけどスペースがなくて断念しました。なんか皆さん消費税は諦めちゃってんもんね。10% きついよな、きついな。 8% にしますとか言ってもまあまあどうせ無理でしょみたいな洗脳が深い財務省による。新聞が 8% のままっつうの気に入りませんけどね。泉健太立憲代表、共産党との連携は白紙にすると明確にしているとテレビ番組で宣言しておりました。共産党がどう思ってるかは不明であります。勝手にね宣言して、衆院選で我々としては結果は出なかった。って安住淳国対委員長がリアルパワーとか言ってたじゃん、言ってたじゃん、何それって話なんですけど、ネットの話言っちゃったね。立憲共産党なのにそう都合よくリセットできるかね。共産党拡散部が黙ってないよ。共産党との話ついてんのかよ。 C は逃がさないってずっと言ってる。右からも左からも相手にされなくなりそう。維新が第一野党になるからもうこいつらいらんよな。共産と協力して取った議席を明け渡せ。四党共通政策とやらはどうすんだというような合意があったんですよね、この四党でね。社民共産立憲令和で四党合意とかあったんですけどね、まあありきたりのない左翼っぽいジェンダーとか風別性とかこいつら4人が全員賛成できることに限ってましたけど、共産党のおかげで倒産できた立憲議員が山ほどいるのに分かってんだろうか。96に減っちゃったから、113から96人に減っちゃったから結果が出なかったって言ってるのが、いやいや違いますよ。枝野幸男ですら共産党の協力がなかったらひょっとしたら怒ってたかもしんねえって言われてんのにね。一方的に打ち切っちゃって、打ち切り宣言しちゃって誠実さ皆無ですね。まあ左翼に誠実さ求めるのも動画としても動画と思いますけど、なんかね貧乏俳優が劇団とかやっててバイトで食ってて貧乏俳優が売れた途端にね、それまでお金の面とか心の面とかで支えてくれた彼女、長い付き合いの彼女をボロ雑巾のように捨てる絵っていうのが浮かびますね。一言で言うなら不義理じゃない、共産党に不義理を尽くしてもかわいそうでも何でもないですけれども、どうなんでしょうね、不義理ですよね。仕返しでひどい目に遭うことを期待いたします。仕返しでなくてもひどい目に遭えばいいなって思ってますけど、特に参院選でボロ負けすることを希望します。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。